今日はライブ配信を久々にしてみました。なんかいろいろ、魔法の薬セラピストの純子です。いろいろと普段心理学とか宇宙の法則であったりとか、まあね、私たちって自分が叶えたい夢とか望み、ね、自分がなりたい自分になっていきたいじゃないですか。そういうことを自分自身が人体実験したものをなんかお伝えしていってます。それでいろいろ質問もいただいているんですけれども、またこういうねライブ配信とかでやっていけたらなと思います。6月全然できなかったので、何かまた質問があれば、この、プロフィール欄に飛んでいただくとアンケートがあるので、そこからこういう時どうしたらいいんですかとか、落ち込んだ時ってどういう風に復活できますかっていうか、それを皆さん多分自分自身の方法とかをいろいろ知ってると思います。だけど、なんか今これねすごい真面目に話して、ね、いるけれども、本当にぶっ飛んだ妄想をしてニヤニヤして、そのエネルギーで毎日を生きていくと、本当にそっちのこうなりたいという方になっていきます。でもそんなこと言ったからといって何言ってんだ、うまくいかないよっていう人もいると思いますし、なんかそういったところも細かく他の人たちとも話をうまくねここで一緒にしたりとか、こうお届けできたらなと思います。今日は久々にスタジオからこうやってお届けしてますが、何かリクエスト曲とかあれば、なんかちょっといろいろやってると歌が今日もちょっと間違えたりとかしてるけど、まあそれも生でこそかなと思います。こうやって生ライブ配信をいろんなところでできるって、今自分なんか世界ってすごいなと思うし、自分のこうやって思いだったりとか発信できるのって本当にすごいなと思います。で全然そうだ、言おうと思ってたわけじゃなかったですけど、明日からド S の宇宙さん、私皆さん知ってますかね、借金2000万抱えた僕に、ド S の宇宙さんが教えてくれた超うまくいく口癖、タイトル合ってるかな、ちょっといつもタイトルね長いけれどもね、 そのド S の宇宙さんの小池さんの、5大都市ツアー、東京の次は大阪、次は福岡で札幌で最後仙台なんですけど、明日明日というか全部5大都市ツアーで、私が司会というか始まる前だったりとか、まあ、途中だったりとかもちょいちょい出て行くので、もし会場に来る方いらしたらお声掛けしていただけると嬉しいです。本当に今ね打ち合わせとかいろいろメールとかもいろいろ原稿とか入ってきてるんですけれども、本当にこれ地球というか皆さんの意識レベルもどんどん上がっていくような内容になってるなってこう見てて、昨日も夜にそのいろいろね見ていて、明日東京公演があるんですけど、もうすごい興奮したし、何かこうビッグバンじゃないけど新たなものが生まれる気がします。なので明日もし小池さんのド S の宇宙さんの著者の小池さんのライブ公演にいらっしゃる方がいれば、そして5大都市ですね、大阪、福岡、札幌、仙台と行くのでお声掛けくださると嬉しいです。まあちょっとね私のクライアントさんとかも各地にいるので、そこでセッションとかこうやって音を使ったセッションとかをやっているので、もし気になったらこのプロフィール欄にメルマガ登録したりとかそういったことが分かるところがあるので、ぜひチェックしていただくと、もう妄想、ニヤニヤする妄想ですら叶ってしまうので、皆さん楽しくね人生一度きりなので楽しく過ごしていけたら、みんなで一緒に過ごしていけたら本当に嬉しいです。今日は短いですけど久々のライブ配信でした。また質問とかリクエストあればです。私何者だよ、何やってるんだと思う人は、よかったらなんだっけこれ、インスタのフィードを見ていただければなと思います。ありがとうございます。